テレワーク時代のシニア型フュージョン音楽ユニットデジタルデュオ G3 のセカンドアルバムが公開されました。15曲97分のアルバムです。奇跡の再会の後、バンド活動を始めてから老体に鞭打ちながら2人で1年で27曲を作ってきました。この動画ではセカンドアルバムをダイジェスト紹介させていただきます。気に入った曲があれば全曲完全収録されたフル動画もありますし、世界中の音楽配信サイトで配信されています。 URL 等の詳細は本動画の概要欄に記載させていただいております。ぜひ参照いただき、我々の演奏を聴いていただければと思います。偶然生まれたこの美しいイントロはどうでしょうか。ロバート・グラスパーさんの斬新なピアノトリオ曲に出会った時、そうか、何の制約もないんだということに気がついて、得意な穏やかな静寂ピアノ演奏を主体としたピアノトリオコンセプトを作り出し、そしてこのオリジナル曲を作ったのです。スタインウェイの美しいピアノの音色、ウッドベースの自在な演奏、見守るような優しい歌心満載のドラム演奏、皆さんに気に入っていただければ幸いです。アコースティックギターが主役のこの音楽、隠しようもなくコンチチさんの音楽のオマージュ作品ですよね。2人ともコンチチさんが好きなので楽しんでの演奏となっています。雨雲の上という曲に特にハマっています。我々2人の年齢を足してもコンチチさんのお二人の年齢にはまだ4歳足りません。なんとかして追いつきたいと精進続ける日々です。都会の夜をドライブする感じの音楽を作りたくなることがあります。シャカタク好きでもあるのでこの曲を作りました。ある知人がこの曲のメロディを覚えてしまったよと言ってくれたのですが、それって最高の褒め言葉ですよ。嬉しい限りです。もう一曲このコンセプトで作っていますが、まあなんとか手にすることができました。新しいピアノトリオコンセプトの曲、今回のアルバムではこのコンセプトで6曲も作っていますが、この曲は珍しくテーマメロディが明確な曲です。ちょっと好きなテーマ、イタコ J ヤツさんによるウッドベースプレイも光ります。皆様に気に入っていただければ嬉しい限りです。このコンセプトの人気が出ればたくさん作れるのですけどね。アコースティックギター主役のゴンチチさんオマージュな音楽です。ゴンチチさんの美しい音楽に少しでも近づいていると嬉しいのですけれど、最後の方のギターアドリブはちょっとやりすぎてしまいました。鹿児島の指宿に旅行した時に撮影した美しい海の 4K 映像も使ってミュージックビデオ作りましたけど、いかがなものでしょうかね。テナーサックスを加えたピアノカルテット音楽です。映像の通りにニューヨークの夜の雰囲気が出ていると嬉しいのですけど、どうでしょうか。夜景のエンパイアステートビルは美しい。ちょっとピアノソロが遊びすぎてしまいましたかね。ドラムのハイハットの妙技を楽しんでください。新しいピアノトリオコンセプトの曲、本当にロバート・グラスパーさんありがとうございます。自由自在の気持ちの良いピアノ演奏、そしてドラムもベースも自在な演奏、この自由で美しい音空間を感じていただければ幸いです。もうひたすら気持ちが良いクロスオーバー音楽、夜の都会をドライブで疾走するというコンセプトの2曲目です。シャカタク愛に満ちた曲ですね。ボーカルやコーラスは自粛中です。大変ですからね。このベースとドラムの流れからの美しいピアノソロへの入りが大好きです。皆様にも気に入っていただければ幸いです。新しいピアノトリオコンセプトの曲です。このスタインウェイのピアノの音はアンサンブルの中での
音が多めの和音が本当に綺麗なのです。ドラムとベースがその和音に合わせてくれる瞬間が気持ちよいのです。ぜひこの美しき音響空間に入り込んでみてください。軽快で楽しい感じのソプラノサックス主体の曲、この曲はちょっと面白い生い立ちの曲。サビの部分が最初にできたけど、その頃リズム的にラリー・カールトンさんのブームサンサンドな感じにしようとなって、この演奏となりました。軽快に楽しんでもらえると嬉しいです。ちょっとこの不可思議なイラスト映像のために極物的な音楽となってしまいましたが、デイブ・グルーシン的なピアノ演奏をやりながらドラムもベースも一緒に楽しんでもらいました。わかりますか？それにしてもこのピアノの音は美しいですね。最初のピアノカルテット曲、テナーサックスに入ってもらったのです。ドラムパータンのバスドラの美しさが素敵ですね。ロジックのテナーサックスはどうも民謡的になる傾向があります。控えめなピアノソロ、サックスソロはロバート・グラスパーさんの指導のおかげです。このピアノトリオ曲は実は最初の曲、ピアノトリオ曲なんてやる予定はなかったのですが、ロバート・グラスパーさんの演奏を聴いて何でもありなんだという勇気をもらって最初に作ってみた曲です。よく動き回るピアノソロの代わりに多彩で純粋なハーモニーの連続で曲を進めていくという構成、日本人的な感性で良いと思うのですが、いかがでしょうかね。皆さんに気に入っていただければ幸いです。ガチなフュージョン音楽がやってきました。いきなりのドラムソロからの始まりです。スティーブ・カーンさんの曲にインスパイアされている、スティーブ・ガットさん的ドラムソロから始まる熱いフュージョン音楽です。ベースはジャコパストリアスさんに控えめに入ってもらいました。ブレッカー・ブラザースがホーンセクションにも参加してもらい、暴れ放題な曲となりました。楽しんでいただければ幸いです。最後の曲はガチなフュージョン音楽で締めくくります。ヘビーウェザーの頃にウェザーリポートになりたいという夢を実現するための挑戦です。もっと精進し続けていきたいものです。ドラムソロ、サックス、ベースソロ、皆熱演です。そして偶然に生じているグループとしてのコレクティブインプロビゼーションが素晴らしいのは自画自賛です。楽しんでいただければ幸いです。さてさて、最後までこのアルバムを駆け足で紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画の中で気に入った曲があれば、全曲完全収録されたフル動画もありますし、世界中の音楽配信サイトで配信されています。URL 等の詳細は本動画の概要欄に記載させていただいております。ぜひ参照いただき、我々の演奏を聴いていただければと思います。それでは失礼させていただきます。